どうもタッカーです。 MLB The Show 18 ロードトゥーザショーやっていきたいと思います。今回は、サンフランシスコとの3連戦をねやりたいと思います。前回の動画からはそんなには進んではいなくて、8月の末から9月、初めにかけてのね3連戦ということになります。はい、でもちょっとねその間にも、またね、ホームランちょっと打ったので、まずはねそちらを、ちょっとご覧ください。Now a shot to center field. Back goes the center fielder, but this ball has plenty behind it, and it's a home run. Ball's jumping in this one. That's the fourth to leave the yard so far. Matty V, this is just one of those days where the ball seems to be... This pitch coming. Here it is. Oh, and he leaves the fastball up there. Mistake in location. He is going to pay for it dearly. There's a drive high in the air and deep to left center field. Broxton looks up. Out of here, into the visitor's bullpen. First delivery to him on the way. Swing and a drive to right. There it goes. Gone. Oh man, it's so rare to see a guy put up 50 dingers in a season, especially in recent years. Well, he just did, and it's been incredible to watch. What a season. Swing and a drive to right. There it goes. And that's more than ready. Here's the first offering. Now a swing and a deep drive to right. And it's gone. If I was the manager, I would tell my pitchers to work around this guy. I mean, he's hit 3 home runs against them in this series. What more do they need to see? 4, 5? Jeez, enough is enough. はい、ということで、引き続きねこの調子でもうホームランもそれこそ60本もねちょっと見えてきている段階ではあるので、はい、頑張りたいなと思います。いきましょう。3番サードですね。Summertime by the Bay, AT&T Park in San Francisco. Tonight it's the first of 3 to start the new week between the Atlanta Braves and the San Francisco Giants. Giants baseball is next. Chris Stratton will be the man. さあ行きましょう。っていうかこのピッチャーめっちゃ負けてんね。4勝17敗とか言って。よし、ちょっとこの試合もね勝ちたいですね。さあ、現在のね成績こんな感じです。打率がね3割台に乗りました。はい、まだちょっとね、3割乗ったり3割切ったりっていうところちょっとね行き来してる感じではあるんですけど、はい、一応ね3割をキープしたいかなと思います。相手のピッチャーの球種がフォーシーム、カーブ、カットボール、スライダー、チェンジアップということで、まあ、フォーシームもね92マイルなので140中盤ぐらいですかね。はい、って感じですね。まあ、今のところまだ11球しか投げてないですけど、フォーシーム、カーブを、まあ、比較的多めに投げてるのかな。あとカットボールか。Throw over to the bag. Runner back safely.さあまず初球何でいきますかね。おー、カーブ、ちょっと高めのカーブだったな。いやー、今のは甘い球でしたね。振ってるか。そっか、ハーフスイングでストライク取られてますね。危ねえ。あれもでも入っててもおかしくないギリギリのとこでしたね。いやー、カーブ本当に手出しそうになるな、マジで。まあ、でも結果的にワイルドピッチで進塁にはなったので、まあ、これでゲッツーの心配はひとまずはないですね。ここでストレート、あのカーブの後のストレートはなかなかタイミング遅れますね、やっぱり。
さあここはちょっとコンタクト重視で、うっ、お、当たりが結構いいけど、あー、ちょっと伸びが足りないか、残念。さあ行きましょう。お、これは満塁だ。これ満塁なんでショータイム使っちゃいますか。今のところやっぱりフォーシームとカーブが結構中心ですね。まあショータイムはちょっとカーブ打つのはね、少し、なんていうのかな、こう、ミートしづらいっていうのもあるので、やっぱりストレート狙いかなと思いますね。あー、もったいね。くそー。いやー、今なんだったかな。なんかストレートじゃなかった気すんだよな。多分カットボールだったかな。あー、カットボールでしたね。くそー。セカンド正面とはな。よし、これはヒットですね。オッケーオッケー。よし、まあ、飛んだとこも良かったですね、うん、さあちょっとそうですね、走れれば走ろうかな。やっべ、ちょっと遅れたけどどうだ、いける、オッケー、あぶねー、ちょっと若干あれですね、スタート遅れましたね。A lot of pitches don't throw over twice in a row, so I think he was going on first movement, and it worked out nicely. Okay, okay. まあ、そうですね。ギリギリっちゃギリギリだな。うん。Soft liner towards. うわー、渋いけど、おー、どうだ？あー、ダメか。まあでもね、結果的に進塁打になってますからね。さあアルビーズ、アルビーズね、前も言いましたけど、シーズン開幕して最初の 2,3 ヶ月はねめちゃめちゃ良かったんですけどね。お、でもこれはどうだどうだ、入るか、あ、惜しいね。さあこれはタッチアップで、どうだ、でも結構際どいぞ。あー、オッケーオッケー。さあアルビーズね、結構本当シーズンの始まってすぐはね調子良かったんですけど、もう今となってはタッカーよりもね打率が下がりましたからね、まあ、その点ねタッカーはね打率上げてきてますからね、なんとか。さあ、ピッチャー変わってますね。ストリックランドですかね。はい。フォーシーム、スライダー、ツーシーム、チェンジアップで97マイルですね。結構早いな。よし、いい感じ。いいとこ飛んでる。OK、まあ、ホームランこそね、この試合出なかったですけど、ホームランではなかったですけどね、いい感じで、いいところで打てたな。OK、OK。Especially with runners on the bags, he makes a living off frozen ropes to the outfield like this, and that one drives in a pair. Stepping in, Nicholas Castellanos. He's 2-for-3 with a home run and a double. Castellanos. Softly on a line to third. いけるかもしれない。行ってみよう。どうよ。オッケー、ナイス。あぶねー。ちょっとキャッチャーもね、ボール取れなかったのも良かったですね。オッケーオッケー。ちょっとまあ当たりが逆にね、強すぎなかったのもまあ、帰ってこれた要因でしたね。さあ、この試合初の守備ですね。点差は先ほどから変わってはいなくて、ツーアウトなのでこれはファーストでいいですね。よっ。 OK。
さあ行きましょう。ちょっともう一個ぐらいヒット打ちたいですね。さあ、ピッチャーがジョナスさん。これは架空の選手っぽいな。フォーシーム、カーブ、ツーシーム、カットボール、チェンジアップ。比較的球種は多いですね。しかも結構まんべんなく投げてる印象。First pitch on its way. In the dirt here. OK, OK. And forget about the double play now as he'll move up to second here on the wild pitch. さあちょっとここで一発打てたら打ちたいな。The 1-0 home. High fly ball. どうよ。当たりがちょっと弱いか。うわー残念、行ったかな、捉えたかなと思ったんですけどね。さあ守備、あ満塁なんだ。ただでもツーアウトですからね。これはまあ飛ぶ位置によってはサードに踏んでってもいいけど、あこれはでもファーストで行こう。 OK、 慎重に。よし、OK。さあ、OK。いい感じですね。タッカーもまあ5打数2安打、2打点ですね。はい。では次いきますか。さあ行きましょう。クエトーですね。クエトーも7勝14敗なんだ。あれですね、ジャイアンツ自体が多分チームの成績が良くないんでしょうね、きっと。さあ、アベレージも、まあ、3割1厘ということで、本当にもうね結構後半戦なんで、もう1厘とかぐらいしかこう上下しないっていう。さあクエトーが、フォーシームツーシームチェンジアップカットボールスライダーですね。おお、いいとこですね。インローでしたもんね。まあ打てない球ではなかったけど、まあまあまあいいでしょう。今チェンジアップだったかな。まあ、結果的にね盗塁の手助けができたんでまあいいんですけど、チェンジアップでしたね多分ね。なんで今手出なかったんだ。さあこのマルテ選手の打席の時に守備の機会がなぜか多いですね。さっきの試合もそうだったもんね。さあこれも、ファーストでいいかな。あバントしてくるのかい。 いやしかも結構いいバントだ。いやそれはな、まあ、しょうがない。いやいいバントだった。 あのバントされると結構、てかあのバントやりたいもんね自分がね。さあここはあどうですかね、まあ、ショータイム使うのもありかな。負けてますからね、ちょっとショータイム使うか。チェンジアップとフォーシームをよく投げてきてると。さあインコース高めは見送ってボール。まあ、ツーシームもたまに投げてきてるんだよな今みたいに。さあこれはボールだけど、あーダメか。おーラッキーラッキー。あちょっと待った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 。やってしまった、ボタン操作間違えた。これはゲッツーですね。よっ、おーナイス、ゲッツー成立。さあ行きましょう。ちょっとさっきね下手な守備もあったんで、そうですね、やっぱり
そっか。いや、チェンジアップ、やっぱりいいチェンジアップ持ってますね。いい感じでブレーキ効いてるし。今のもチェンジアップか。完全にタイミング外されてんもんな。で、今のはチェンジアップをちょっと待ってたので振り遅れるっていう。いやー、ちょっとこれは絞りづらいな。危ね。あー、ちょっと待った。アウトかい。アウトかい。アウトかい。アウトかよ、今。いや、あれ抜けてほしかったな、個人的には。あ、大丈夫そうですね。なんか一応こうピッチャーにこう今みたいにこう打球をぶつけて、こうピッチャーが退場に、怪我で退場になるっていう一応仕様もあるみたいですけどね。さあ9回か、負けてますね。ロバートソン、あ、多分ニューヨークヤンキースから移籍してきてるんですかね。カットボール、ナックルカーブ、フォーシーム、サークルチェンジか。そうか、クローザーなんですね。うわ、カットボールがなかなかいい感じです。なんかちょっとボール球っぽかったけど、こうグッと入ってきましたね。うわ、結構打ちづらいぞ、あのカットボール。ちょっとタイミングも自分が早いな。OK。 うわっ、ザメアッパー。やってしまった。When your closer comes in and strikes out the first guy he faces, everyone on the team can kind of take a deep breath. Still have two more outs to get.おお、マジか、同点にしてますね、チーム。誰かホームランとかで打ったんかな。これはアウトにしたい。 OK、 ナイス。あー、でも結局サヨナラ負けかい。いや、いいとこまで、惜しいとこまで行きましたけどね。さあ、では、3試合目いきましょう。お、まずい、ちょっと3割ちょうどだから、これは2割に、3割切ってしまう可能性もありますからね。頑張ろう。ツーシーム、チェンジアップ、カーブ、スライダーか。まあ、比較的、まあ、一般的なあれですよね、球種ですよね。ノーアウト、一、二塁か。ここはちょっと頑張って打ちたいな。よし、いいぞ、当たりはどうだ。くそー。ただ、まあ、二塁ランナーが三塁に行くと。いやー、当たり悪くなかっただけにちょっと悔しいな。やっぱり基本ツーシームがメインというか軸ですかね。 OK、 ナイス。よしよしよし、しかもナイスラン。 OK、 いいですね。うまくボールこう乗せてね、運んできましたね。いやー、でもやっぱりだいぶこうミート力もね、上がってきてくれましたからね。それもあって結構ヒットは出やすくはなってるような気はします。
さあここはちょっと走らないでね行こうかなと思います。もしかしたらこうねカスティアーノがこう長打とかね打ってくれるかもしれないしね、そのチャンスは潰したくない。いいねいいね、ナイス。長打とはいかなかったけどナイスバッティング。Dan, you were one pitch away from getting out of this. Two outs, two strikes on the batter, and he's able to throw out a ribby knot. Dero, it's hard to get. Oh, アウトコースのチェンジアップをセンター前に打ったんですね。One pitch away from getting out of a lot of traffic on the bases, getting into the inning, and next thing you know, you give up a two-out, two-strike base hit. Nothing more frustrating for a pitcher to have that happen. 2割8分5厘か。まあ悪くはないんですけどね、2割8分5厘でも。あ、うっそ。あ、いいのか。どっちにしろツーアウトだからいいのか。お、3割1厘に戻りましたよこれ。さあ5回で、お、でもランナー3塁か。あーさあ、ちょっと詰まってたか。Throw to first is in time, but meanwhile the runner is in to score. And here with the infield back, they were giving him the run on a ground ball. よし、ここはもうショータイムの使うところですね。ちょっとランナーいないのが残念だけど、カストかな。フォーシーム、ツーシーム、シンカー、スライダー、チェンジアップ。First pitch of the at bat. なんかチェンジアップかな。OK、まあ結構でもまんべんなく投げてはいんな。これもチェンジアップっぽいけど、よしこれどう。あーダメか、ちょっと上がりすぎか。くっそー。いや今いい感じで角度もいいかなと思ったんですけどね。まあ多分ある意味狙いすぎって感じなんですかね。さあ、ちょっと待って、もうとりあえずね1点差でまだ勝ってますからね。よし、うわまたこのロバートソン出てきたか。しかもツーアウトだからこれで抑えられるとゲームセットか。ちょい。いやー痛いでしょう。めっちゃ点仰いでるけど。さあカスティアーノ頑張ってくれ。ここをまず同点にしてほしいね。ワンヒットで帰ってこれるかちょっと微妙かもしれないけど。いや三振かい。残念でしたね。はい、ということで、まあ、今回の動画ねちょっとこう派手な、ね、内容では、なかったかもしれないですけれども、ただね、ホームランは、52本まで打ちましたよ、動画外で52本まで行きましたよっていうねところだったりとか、でもあとはでも結構あのヒットでねいい場面でヒットは打てたかな、動画内でも、うん、ちょっと打率はね、また2割9分9厘と3割を少しね切ってしまいましたけど、まあ、この感じで、残りあと1ヶ月 ですね、はい、なんとか3割台をキープしたままでね、終わりたいなと思いますけどね、はい、まあ、あの一応9月に入ってますけど、もう1回か2回ぐらいね動画はね作ろうかなと思ってます。で、まあよっぽどねもうこれからこうドドドとこう負け越さない限りはもうブレーブスの優勝はほぼほぼ、決まりかなと思うので、
まあ、その後にねシーズン終わればポストシーズンが始まってくるかなというところでポストシーズンの試合もねやっていけたらなと思います。はい、ちなみに今こんな感じで、依然としてね、まあ、これぐらい10ゲーム差ぐらいはついている状況なんで、はい、まあ、大丈夫でしょう、うん、このままいけば。はい、ということで、そろそろね時間もいい感じなんで一旦この辺で区切りにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよかったらぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。